中村孝子をお送りしておりますミュージックスクエア、今週から通常のフォーマットに戻りまして、そしてその最初のゲストはこの方々です。ミスターチュードレンの皆さんです。どうもこんばんは。嬉しいですね、また全員来ていただきました。お一人ずつ自己紹介お願いします。座ってる順番に来ましょうか。珍しい感じで。はい。ベースの中川です。よろしくお願いいたします。ギターの田原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボーカルの桜井です。よろしくお願いします。ドラムの鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週から番組始まったんですけど、はい、アーティストの方をゲストにお呼びするのは今日がスタートで。記念すべき第1回目は。ミレニアムファースト。ミレニアムファースト。英語だよ、英語だよ。でもその英語正しいかどうかちょっと分かんないけどねえ、いや本当に2000年になって最初に皆さん来ていただいて嬉しいですよ。今年もよろしくお願いいたします。たくさんハガキがね来てるので、ハガキと一緒に進めていきたいと思うんですけれども、この方は世田谷区にお住まいのちるちるみすちるさんという方なんですけれどもね、うん、みすちるの皆さん、久しぶりにテレビでみすちるを見ることができて嬉しかったです。結構お正月ね、テレビとかにね、出てましたもんね。出まくりですね。出まくりですよね。2本しか出てないけど。お正月何をしていましたか？ぜひ教えてほしいです。タカちゃんも教えて。私はうちで寝正月でした。今日は田原さんもたくさん喋ってくださいね。かっこジェンさんは控えめに。すごくついてるよ。いいとこついてますね。先に言っとかないとね。いけないから。そう、挨拶だけで田原さん終わってしまったら困るしね。田原さんから行きましょうかね、じゃあ、ね、お正月。僕も見てました。違う違う。他にほら、三が日何してたとかあるじゃん。ああ、いや、両親と、本当にもう家から一歩も出ず。うん、ずっとテレビ見てたり、そんな感じでしたね。お雑煮食べて、うん、おせち食べてっていう感じ、はいはい、日本人だね、日本のお正月、はい、うん、中川さんは？僕はですね、うん、31日をジェンの家で過ごしましてそこから風邪をひきまして移されたの？ジェンに。そうじゃなくて。いや、そうじゃないんですけど、うん、でそのままずっとお正月風邪ひいて寝込んでました。ああそう、うん、それ散々だよね、なんかね、うん、その2回出たうちの1回のテレビ見たときに、なんか2000年の目標かなんかを、めぐみとしあきさんのやつ出てたじゃないですか。2000年の目標だっけ、はいはいはい、そしたら中川さんと田原さんは1時間考えられたんですけど、結果はなしでした、うん、っていう答えで私家で爆笑してて、一応テレビより何か答えればと思ってたんだけど、うん、目標は別にこれといって、はい、はい、本当は1時間も考えてないでしょ。いや、10分考えてなかったね。全然考えてない。考えてなかったんだねえ、そういう風に言ってましたけど、うんうん、桜井さんはどんなお正月を？僕もテレビ見てました。あ、そう、テレビ見てもボケっとおせちを食べて。おせち食ったんだ。うん、食べなかった。食ってねえんだよ、カツノコしか食ってない。ああ、子だくさん。子だくさん。それは子だくさん。そう、おせちって全部こういろいろあるんだよ ね。これはこういう意味があるっていうのでね。そうですよね。すごいね、数の子しか食べないっていうのも。しかも水戻ししてない数の子、しょっぱーって書いたから。ずっと。数の子好きだよね。大好きだよね。好きだよねってみんなに突っ込まれてる。年明けても季節じゃなくても数の子ありますか。まず一発目絶対数の子ですもん。ああ、そう。あ、もうそれ本当にお酒と一緒に美味しいからでしょう。もうご飯いらない、数の子だけでいい感じ。そうなんだ。日本食って飲むといいですよね。うん、そうだよね。うん、何年前のお正月聞いても同じような感じだね。ずっと飲んでて。多分聞くだけ無駄かもしれない。うん、デジャブっていうぐらい変わらない。で, ね、でもゆっくりできたんですね、じゃあね。4人ともね。うん、で今日はですね、うん、最初のニューシングルですね、2000年になった口笛、うん、聞いていただきたいと思うんですけど、山口県にお住まいのひらめっこさん、ほかね、たくさんの方から口笛っていうタイトルをつけてるぐらいなので、ぜひ皆さんのメンバーの素敵な口笛が聞きたいですって書いてある。ふゆゆってたーらさんのだけ声だよそれ。ふゆゆあ、結構みんな、田原さんだけ音が、
あ、もう吹いてる前にふーとか言ってるもん。とか言っちゃいます。貴重な初口笛ミレニアムファースト、ミレニアムファースト聞かせていただきました。じゃあ早速ね、曲の方から聞いていただきたいと思います、はい、山梨県にお住まいの口笛吹けない女の子さんね、これ練習してるうちにね吹けたりするんですけど、でも夜吹いちゃダメだって言われたよね、絶対蛇が出るとか。そうそうそう言われた。どうしよう、全国で出てたら。兵庫県のピーヒョロローさんで、それから東京都のオンリーミスチルさん、新潟県の桜井マロンさん、沖縄県の出演中の受験生さん、それから松本市の幸子さん、他たくさんの方どうもありがとうございました。じゃあ桜井さんの方から紹介していただきましょう。はい、ミスターチルデンの口笛を聞いてください。ミュージックスクエアをお送りしたのは、今夜のゲストミスターチュードレンの新しい曲ですね、口笛を聞いていただきました。なんかファンの皆さんにはまたしばらく休んでしまうんではないかという恐怖を持った方いらっしゃるんで、2000年早々シングル出来上がって嬉しいというおはがきもね、たくさん、来てたんですけれども、おはがき、この方は今年はもっとテレビに出てねというペンネームの方ですけどもね、1月17日今日ですね、センター試験が終わって自己採点をして厳しい結果と向かい合っている私がいることでしょう。じゃあ全国の受験生大変だ。新曲口笛聞きました。すごくいいですよね。本当にこんな曲を待っていたのよというような初期のミスチルの香りがして、昔からミスチルが好きな人なら誰もが泣いて喜びそうな曲ですよね。桜井さんはどうして今こういうラブソングを作ろうと思ったんですか。何か心境の変化があったんでしょうか。その辺のところを教えてください。わなわな、何これ、わなわな、うん、もう思うつぼだからね。思うつぼ、うん、はい、 CM 行きます。ないない、これ NHK だから、ないない。わなか、私ミスチルがデビューした時に小林武さんに、うん、あの私ぐらいの年代の、うん、あの業界の女性が一コロってコロっていくようにで作ったら、うん、本当にわなわなハマりましたねって言われたんですけど、言われたんですけど、それぐらいキュッてくる女の子にはあったんですけど、今回は別にわなじゃなくて。いやいや、でもそういう風に言うの、言われるのは分かってはいましたけどね、うんうんうん、でもなんでしょうね、本当に音楽のことを僕ら要するにミュージシャンなんで、うん、そのミュージシャンの知り合いの人も多いし、うん、どうしてもそういうマニアックな方向に進みがちなんですけど、うんうんうん、なんかふとした時に全く音楽のことを知らない人がこの曲聴いて、初めて音楽のこと好きになるかもしれないし、歌が好きになるかもしれないし、うん、なんかそういうのもありかなと。なんか私たち書ける側でもそうなんだけど、ついついリスナーの方だけじゃなくて、うん、そういう音楽を専門にしてる人たちのことが頭に浮かんだりとか、うん、考えすぎちゃったり計算しすぎてしまったり、うん、素直にしない選曲をしてしまったりっていうところあったりするんですけど、うん、じゃあ今回はシンプルにリスナーの人も喜んでくれる。そうですね、うん、でもそういうふうに至ったなんか心境の変化はないんですか。そういうふうに思えた、きっかけになるのはやっぱお酒 を、うん、作ってる時に、うん、バーテンダーもどきをやってたんですけど、うん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 、で作ってあげてたのね、みんなにね。そうですね、でみんうちのメンバーみんな何ですか、ジンを飲む、うん、ロックで飲むんですけど、うん、マネージャーとか全然お酒とか飲めないんで、うん、なんか甘いお酒をこうレシピを見ながら作ってあげようと思って作ってたら、飲みやすいものをね、それをなんかもう俯瞰で見てる自分がいて、うん、あ、これと同じことをなんか音楽でやってもまた面白いんじゃないかなと思って。それはいつ頃にそれは思ったの。アルバムのレコーディングの後とか。あれ、ディスカバリーのレコーディング中、まあ、後の方かな。後の方だね、うん、そのお酒作ったりしてていろいろ考えてもね、うん、そうですね、うん、この口笛が出来上がって聞いた時、中川さんとかどんな印象持ちました。レコーディングしてる時でもいいんだけど、うん、聞いたのが、うん、ちょうどツアーのリハーサルが始まった頃なんですよ、うんうん、でも正直もう作ってきたんだっていうのと、うんうん、あとまあすごく素直な歌物っていうか、すごく単純じゃないんだけど、なんか久しく
やってなかったような、うん、シンプルな感じ、ね、シンプルな曲だったんで、うん、あ今こういうの歌いたいのかなってその時は思ったんですけど、うん、まだね全然いつじゃあこれをレコーディングしようっていうようなとこまでいかなかったから、うん、まあそこの久しぶりだなっていう感触はありましたけどね、うん、実際レコーディングしてみてどうでした？すごく自然に入っていけた感じ？いやでもあのちょうどライブアルバムのミックスと一緒に並行でやってたんで、割と頭の中は僕の中ではごちゃごちゃだったんですけど、切り替えがね、うんうんうん、切り替えがうまくいかなかったんだけど、うん、まあでも、まあ、こういうっていうかそのミサチドレンのポップっていうものに対しては別に今までやってきたことがやっぱあるから、うん、まあそんな考えないで、うん、こっちもじゃああんま悩まないでやればよかったんだみたいに後から、うん、その時はいろいろ考えたんですけど、うん、結果的には考えすぎない方がいいのかなっていうかなって後々思ったんですけどね、うんうん、田原さんはどうでした？唇初めて聞いた時。そうですね、もう今から1年前ぐらいなんですけどもね、うん、本当にレコーディング終わった直後だったんでとにかくやる気があるなっていうことを思ったですけどもね、うん、嬉しそうに。そんな今のは何よっていう顔だったのね。すごい話を言われなくて、ね、もう今見せてあげたかったをピクッてもう田原さんの方に向き直ってたけど桜井さん動物的な反応示してますよ。うん、やる気があるんだなというのつうか、うん、終わったばっかりでしたからね。そうよね、これからツアーのリハよっていう、うんうんうん、そういう中で、うん、あまあそれにびっくりしたっていうか。なるほど、うん、ジャイさんはどうでしたか？はい、あ、そして聞いて、うん、いや、なんかすごく単純に、あ、いいなっていうか新鮮に感じましたね。新鮮にね、うんうん、なんかファーストアルバムとかも聞いてみたりしたんでしょ？そうそう、あのツアー中になんかあの桜井があのエンジニアさんをね、いつもやってるエンジニアさんじゃなくて、うん、ファーストアルバムの時のエンジニアさんでやってみるどうとか言ってて、あ、そういうの面白いねって聞いてみたら、うん、なんか新鮮だったんですよ、すごく、うん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 、なんかそういうのもあって、うん、じゃあエンジニアさん書いてみようよっつって、うん、ファーストの時の人やってもらったら、うん、なんかこうなったと。なるほどね、うん、でもこうその昔に戻るんじゃなくてこう積み重ねてきて今やるとこういう感じになるっていうのが ね、うん、だからそういう懐かしいって言われるけど、どっちかっていうと僕らの方ではなんか新鮮な感じですけどね、うん、新しいまたね、うん、ミスチルという感じしますけど、うん、カップリングがヘブンリーキスという曲なんですけれども、これはなんかこういうの伝えたいとかいうのはあったんですか、桜井さん？全然なんか一応さ、ラジオ的にこういう風にしよう2000年思ったんだとかこういう悩みの後にできた曲なんだ。あ、でもあのディスカバリーのあのアルバムの時にもう作ってた曲だったんですよ、曲もあって、うん、でレコーディングももうそのディスカバリーのアルバムに入れるつもりでやってた曲で、うん、でただなんか詞がすごい書けなくて、うん、うん、でなんか口笛なの、口笛をかけたことなのか、もしくはその、うん、さっきのカクテルの話がきっかけになってるのか分かんないんですけど、うん、その口笛以降に詞を書いた時には割とスラスラっと何の抵抗もなく、割とその単調なアレンジだし、うーん、淡々としてるんだけどすごいメロディーなりコード進行がすごく複雑に転調したりしてるんですよ、うん、なんで、うん、そこには何か物語が必要だなと思って、うん、でそのなんか男と女の物語を作り上げて書くっていうのがそのディスカバリーの時にはちょっと自分にはできそうもなかったんで、うん、で後回しにしてたりしてて、うんうん、でもどういうわけかその口笛書いた後はすんなりとなんか開けたんだね、スルスルっと。そうですね、理屈じゃないもんね、でもそういうのってね、あ、かけるっていうね、そうですね、時が来たっていう、時が来た、うん、時が来た、茨城県にお住まいの浅野玲子さんという方ね、プロモーションビデオの撮影でニューヨークに行ったそうですけれども、何かこぼれ話などがあったら教えてください、うん、どうかなんかすごいとんでもない失敗とかそういうのはなかったの？田原くんが暴れてましたよ。暴れてたの？え、そうなの、うん、え、そうなのって他人みたいに。たんだ、俺の飲みたい酒がねえって暴れてたよ。それいつもの話。2時半会。え？
熱造熱造それビデオの話みたいな。ビデオの話だよね、うん、全然違うじゃんね。あ、ビデオではでも、うん、すっごい寒かったんですよ。寒かった。だからなるべくみんな早く帰りたいんだったんですよ、うんうん、で最後にもうターラと中川は、うん、もう仕事プロモーションビデオ撮影する部分が終わって、うん、帰ってたんですよ、うん、で最後僕とジェーン残って、うん、僕が3番手に終わる予定で、うん、でロケバスの中でスタッフもみんな待ってるじゃないですか、うん、でジェーンは最後だからバスの中で待っててくださいっつって、うんうん、で僕の撮影で、うん、みんながそのロケ場所まで歩いて行くんですよ。したら、うん、バスの中で一人になっちゃうじゃないですか、うん、それが嫌で寂しがりかい寂しいの。そのスタッフの人と一緒に僕の撮影をずっと見てる、うん、見てたの。寒い寒い寒いの寂しいのどっちがいいかなと思ったら、私休んでる間に集って飲んでたのも不思議だったんだけど、うん、こんなに長い付き合いしててさそれでも一緒にいたいのね。なんかね、お前は寒いのが嫌なの寂しいのが嫌なのっつったら、うん、寂しいの。もうニューヨークのすごい寒さよりも一人でバスに残る寂しさの方が耐えられないんだ。寒さより人のぬくもり。あ、そうなんだ、ね、でも二人は終わったらもうちゃんとバスには戻ってたのね。もうホテルに戻ってたよね。偉い機会があるじゃんそれ。ホテルまで戻ってたんだ。そっか。そう思ってもう一回またビデオ見るとね、面白いかもしれない。待って、桜井くんが映った時に、あ、ジェーンはこれよくね見て待ってるんだろうなって思ったらね。そうそう、一人らしいわ。それから浦和市にお住まいの立笛マンさんという方ね、メンバーの中で、うん、一人一人でこれは他のメンバーに負けず一番だぜと思ってることがあったら教えてください。例えばお酒の強さでもジョークのおかしさでも、うん、何でもいいんですけども、音楽的なことでもいいんですけども、これだけはもうメンバーに勝てるっていう。おお、こういうの言うとさ、すっごい田原と中川さん考えに入るよね。顔もっと上げてよ。目をそらすでしょ。そう、そらす。これ読んでた。あ、そう、なんかほら学校の先生でさ、なんか分かる人って言ったらみんなふって顔下げるみたいに避け刺されちゃ う, っていう。この距離で目合わさないようにしてるでしょ。そう言われたら当てたくなるんだよね、うん、じゃあその二人から行きましょうか。行きましょうかね。田原さん何する、ってあ、歯向かっている、反発している。じゃあ中川さんから行きましょうか。これはもう負けないぞという、うーん、思いやりとかそういう抽象的なことでもいいし。顔、バイトの数。そう、バイトの数多いっすよ。もう全然勝てる。別に勝たれてもそれ全然悲しくないもん。いくつぐらいバイトしたの、デビュー前って。いや、もう結構やってましたよ。何十個って感じ。もう忘れちゃったぐらい。ああそう、うん、そうね、1、2個しかないと、まあ、あそことあそこって思うけど、うん、うん、バイトの数ね、うん、田原さんは。そうね、バイトの数か。バイトの数の少なさ、うん、あ、そうなんだ。長いんだよね、一つの店が。長いよね。ああ、そうなんだ。やめられない状況にいつもなる。それ言い出せないんじゃないの、うん、こう周りをどんどんやめていっちゃって。じゃああんまり環境良くないところで頑張って周りはやめちゃうのに流されている。気がつくとあの店長になっちゃったんですよ。本当すごいじゃない。店長になってからはやめなかった。みんな店長にはならないですけど。また熱臓なのね。やめちゃったら、僕がやめたらもう次の日開かないような状況になっちゃうじゃないですか。そこまで責任を持たされちゃうんだ。バイトやまんまと、うん、その人の罠にかかってるよね。そうそう、うん、こうしたらだからやめないだろうっていう。うん、そっか。ジェイさんは何ですかね。やっぱ顔ですかね。顔の大きさ、うん、そうじゃなくて、うん、そうくる。そうじゃなくて、自慢できるもんですか。うん、そうですね、 ないのが自慢かな。でもお酒一番強いんじゃないですか。そんなこともないのか。もしかして最近田原くんかもしれないし。そんなことないけど。あ、でも飲んでる量、うん、あ、量は俺が一番かも、うん、みんな羨ましくないのが多いかもしれないけど。全然羨ましくないのが今の3つはね。バイトやめさせてもらえないのとたくさんとたくさんお酒飲む人と、うん、ただの量と、うん、桜井さんは何ですかね。僕はコンピューター。お、
強い強くないです。あの音楽ソフトに関しては、うんうんうん、もう全部自分で取っちゃいますもん。機械が友達、機械友達、人間嫌いだから言うこと聞いてくれるんだもん。言うこと聞いてくれるんだもん。機械の匂いが好きだし、うん、機械のなんかこうあの香りが好きなの。嗅ぐと安心するみたいな。エフェクターとか嗅いでますからね。嗅いでる鉄フェチなんかみんななんか目標にね、皆さんリザーの皆さんができるようなものじゃなかったかもしれないですけど、まあ比較的コンピューターがね、うん、あともう一曲ね、今日はカップリング以外の曲ね、もう一曲なんか聴いていただきたいと思うんですけど、懐かしい曲でもいいし、ここにね昔の CD デビューから全部を揃えさせていただいたので、たまには今日2000年になって初めてのお正月なので、こういうのもいいんじゃないかと思ってね、うん、これシングルも全部シングルですか。全部あるよ。例えばリクエストはですね、終わりなき旅だったり、トゥモローネバーノーズだったり、ラララシーソーゲーム、それからですね、この方は東京都にお住まいの梅ちゃんという方は、うん、おじ、いやお兄さんたちにね、おじさん、おじさん、だっておじいやってこうやって自分の本当に突っ込んで直してあるんだもん。おじいちゃん気になる年齢なんですけどリクエスト、ジェンの歌が聞きたい。いいっすよ、生で昼も夜も歌ってみますね。生ジェン、いやさっきこういうリクエストが来てるんですけどって桜井さんにはご相談したんですけど、いやこの曲でお別れなんですよ。そう、あこれが締めになるわけですよ、ね、いいんじゃないって思ったんだけど、あの2曲しかかからないんだけどその1曲でもいいのって言われてそれもそうだなと思って、ジェンの曲で締めて後悔はないっていうふうには一応念をして聞いてみたんだけど、それはちょっと後悔するかもしれないですね、うん、今生で聴けたからね、うん、あそれ OK だね、うんうん、なんかない、久しぶりにこれ聴いてみたいなっていう。タラさん目を合わす。もうこうやって覗き込んで。カップリングから行きますか、なんか。じゃあ花のカップリング。そういうのがいいかもしれないね。花のカップリングない。ネイチの。おお。分かってる。あすごい深いボケツッコイまであるのね。うん。まあね、ないね。じゃあマイコンフィデンスソング。え？本当？本当？何でもいいですよ。いやあ間違えてた。しかもこれじゃないし。もう一回口笛かけるっつんだ。ダメ押し、2000年のダメ押し。もういい。それいいね。いや番組でもたくさんかかってるから大丈夫。なんかあります？何でも、そうもしあれだったらリクエストに答えてあげてもいいですね。それでいいっすよ。うん、じゃあね、ラララか、ミラーか、シーソーゲームか。ミラーにしましょう。ミラーいいっすね。あ、なんか結構みんなの反応が良かったですね、うんうん、じゃあこれをねあと後ほどねかけていただきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ最後にですね、あそっか今年の目標みたいなのはないんですよね、はいはい、1時間考えても出なかったんですよね、はいはい、意気込みって言葉変えても出ないですかね。ミスチルこうしていきたいとか、個人的にあんま意気込まないっていうのはなんか今回テーマであるみたいなんで、あるみたいってそのグループで決められたことをタワさんが従うんですか。それいいね、うん、だろ、うん、そう従う。でもいつじゃん、え圧勝圧勝って、今年はあ圧勝だ、圧勝、それ意外と意気込んでるじゃないですか。意気込んでんじゃんサッカーっすよ。サッカーだけど、サッカー、あサッカーね、お友達のナナミさんにもね今年も頑張ってほしいですしね、うん、はい、うん、そう、それが一番かな、それ一番じゃないね。ミスチルでゲストに来てるんだから七海選手じゃなくて頑張れ、うん、ミスチルとしてなんかないですかね。七海頑張れ、うん、それ以外に、うん、でも本当に素晴らしい、うん、あのいい感じですよ、いい感じ、今アルバム作ってるんで、ほうすごいです。あそうなんだ、10曲ぐらいもうできてるのね、うん、あそっか、じゃあまたその時にねぜひ来ていただきたいと思います。そうですね、じゃあ最後に一言ずつお別れのお言葉をください。はい、中川さん、はい、今年もこんな調子でやってきますのでよろしくお願いします。はい、田原さん、はい頑張ります。はい、ジェイさんじゃあ最後に聞いてください、ラウドネスでミラー。違う、ラウドネスじゃないな、分かる人少ないっていうの。もうすぐマニアックの役だ。はい、桜井さん最後に一言は。はい、もうファンの皆さんに、ええ、いいもう本当に間違いないですよ。間違いなく。それ道についてて間違いない。いやついてるというか、うん、っていうかね。あすごいあの自信があるのでバンドの感じに
すごくいい感じなのね。うん、2000年を楽しみに。そうですね、うん、ということですね。またぜひこの番組遊びにいっぱいいっぱい年内来てください。よろしくお願いいたします。じゃあね、そのミラーという曲にリクエストくれたのは福島県にお住まいのバンリさんね。この曲にね、ひょっとしたらかかんないと思いながらも書いてくれたのに、かなってよかったですよね。じゃあ最後の曲をじゃあジェンさんに締めていただきましょうかね。また言っちゃいますよ、それで。そうか、それ以外のボケがなかったら素直に言いましょうね。紹介してください、はい、じゃあそれでは最後に聞いてください。ミスターチルドレンでミラー。